かたこです。今日はラヘオクラブ市原コースに来ています。今日はね、かなちゃん、うん、ピンのクラブのチラをやります。うん、かなちゃんはいい、ね、右に行く傾向に悩んでる。そうなんですよ、スライサーなんです私。そうだよね、そうなの。このクラブはね、なんと右に行きづらい。マジか。行ったとしてもコース内に残る。わあ、それでも本当ありがたいよねと言われています。あ、はい、試したい。試したいです、ね、ぜひ。で、まあなんか打ちっぱなしだと、うんうんうん、自分のさ、ね、そうそう、うん、意外と癖とか出ない。そうなんだよね。だからここはコースに行こう。ありがたい。コースに持ってきちゃいました。持ってきていただきました。なおかつですね、うん、まあまあかなちゃんほど触れるようになると、うん、シャフトもいろいろやりたいんじゃないかと思って。おお、さすがだな、準備がいい。コースでなんとシャフトも変えちゃいます。え、変えれるの？シャフト変えれるの？ここでね、カチャカチャってあの専用の器具があるんですけど、器具で抜いて、うん、で差し替える。え、そんな簡単にできるの？え、しかもこんなにあるの？そうそうマジで？そうなの、ね、自分にあったやつをちょっと見つけようよ。うんうんうん、そうだよね。なかなか柔らかいのとか振ったことないから、うん、で L から A、うん、でメンズの R の 50g 台 60g 台みたいな感じ。へー、 R でもいろいろあるんだね。そうなんですよ、グラムが違うの、シャフトの。嬉しいね、それね。なかなか売れるの。ちょっと L おもちゃみたいでしょ。うん、なんかね、おもちゃみたいなんか柔らかい、柔らかいしね。超柔らかい。大丈夫なの、これ当たるのかな、逆に不安、まあ、でもね、やってみたいね、はい、そうだです。スライサーが治るといいな。お楽しみに。頑張って振ってきます。お願いします。はい、お願いします。さあ、めっちゃ、なんか結構ありそうです。160かかってるね。160の170、これかな、一回5バウンドかな。170を5バウンド。あ、さっきの感じだな。さっきの感じで、だけどこのクラブ買おうかな。めっちゃめっちゃ乗ったよ。完璧だね。このクラブ買おうかな。軽いでしょ。めっちゃ軽い。何これ。最軽量だって。軽っ。最軽量ドライバーです。すごいね、めっちゃ軽い。やばくない？めっちゃ軽い。なんだこれ。しっかりこう体と一体感持って振った方がいいかも、余計に。もっと体、そうだね、うん、ちょっとでもブレちゃうと多分どっちも出ちゃう。あ、そうだね、手打ちになる。あと短いからね、手が出やすいかもしれない。なるほどね、体と近くでね。軽っ。どうなるだろう。すごい心配だけど楽しみ。大丈夫大丈夫。いいね。軽いね。とりあえずまっすぐやってみるね、うん、木の方。うん、右右まっすぐまっすぐ。右に出たんだ。右まっすぐ。悪くないかも、ね、曲がってはない。そうだね。うん、擦れてもうないかも。シュートみたいな感じだね。
確かに軽い割にはでしょ、なんか思った以上に打ちやすいかも。もっと怖かったけど今。ハンマーウッドで打ってみます。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画の続きが気になる方は左の動画をチェック、チャンネル登録は右の登録ボタンをよろしくお願いします。コメントと高評価もお待ちしています。